ドガジャンホネオネザウルス1番からのこいつめっちゃ気になるんですけど、こいつマジでこいつはね、なんとダイオウイカ、やばくね、ホネオネダイオウイカ、なんとダイオウイカがいるというこの奇跡ミラクル、全部集めて秘密のホネホネザウルスを完成させよう。でも今回は1番ってことはね、このトルボサウルス、いいね、トルボサウルス、わお、メガテリウムがいるってこの奇跡たまんねえぜ。チュワンジェサウルスもいるぜ、いいね。ということで開けちゃみー、ドゥシドゥシ、その前に忘れちゃいけないゲーム、このギャムはギャムソーク、あ、ギャムソークあっちだ、まあいいや、後で入れよう、ここに置いといてね。よし、パーツ少な、パーツ少な、これめっちゃ簡単だろ、ウェイかわいい。やっぱね、ギガを見てるとね、毎日ギガ見てるから普通のちっちゃく見んな、でもこれが普通サイズなんだよね、これが普通サイズなんだけれども、ギガを見てるとね、ちっちゃく感じる、胴体いいね、いいね、かわいいぜ、トルボ、トルボタン、降臨めっちゃかわいいんだけど、ちっちゃいな、やっぱ普通のってさちっちゃいな、かわいい、すげえ、ギガはね、かっこいいぜ、このデカさ見てくれ、腐れでけ、でこのちょこんってかわいいな、トルボ、トルボタン、いいね。あ、でね、でね、やべえよ今回、なんと今回のチラリチラリバジリスク、今回のねパーツ集めて合体させると、なんとね骨骨バジリスク完成、これめっちゃかっけえだろマジで、すげえ楽しみなんだけど、いいね、超楽しみだマジで。で今回はトルボね、よっしゃ、ということでね、また次回違う骨骨ザウルスでお会いしましょう。次回はね、まあ順番通り行こう、2番のアンキキャラトプス、こいつだな、アンキキャラトプスでお会いしましょう。いいね、いやこいつ気になるわ、ダイオウイカマジ早くゲットしてな、あとプリンスな、プリンスなんでプリンスよ、マジ最高。よっしゃ、最後はねやはりね手に入れたばかりのトルボタンバイバイ、かわいすぎんな、からのまたまたである。